なんで止まったんですかこれ。プレッシャー、感覚にプレッシャーなかったんです。すみません、感覚にプレッシャーがかかったみたいです。すみません、私に期待しないでって端末が言ってます。すいません。え、これあれしてないの、ランキング変わってないの。よし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 、行くぞ。あとみんな何が好きなの。あちちちちインフレージャーインフレージャーエンターインフレージャー。これでしょ。
性格でした、笑う。こっち側がね。いねえよ、やばい。おもろ。じゃあ、じゃあ何がいいかな。これでしょ。ちょっとはじめんがこじはるさん好きなので、ちょっともこれにします。はじめんよ。はい、はじめはピンとこなかった、ちょっと面倒な気がしてた、聞かれることだけ黙ってうなずいた。いい人だとは分かったけど、まるでタイプじゃなかったからよ。仲良くならないつもりだったのに、どこでどうしちゃったんだろう。私知らぬ間に恋に落ちてたの。何がきっかけだったのか、入り口を思い出せないのよ。神曲、いい曲だよね。まあ、はじめんがこじはるさん好きだから歌ったんだけど。
みんながエモいなって思う曲を歌いたいんだけど、何がいいんだろう。これ？しかなくね。今気づいたけど、ねえ、
なんかあったかな。じゃあもう夏は終わりましたが、夏は終わりましたが、これですかね。姿に気持ちをつ
い。ちょっと AKB やばいね。いや今わかるわ、すごかったんだっていう。少女たちよ、もうすぐ夜明けが来る。これもいいよね。ねえ、何が好きなんですか皆さん。ヘビロテ？AKB 名曲を過ぎて。やばいね。AKB って名曲多すぎるね。ナンバー？ナンバーいく？ これか。これだろ。え、死者出るけどいい。死者出るけどいいですか。ね。僕はいない夏の砂浜。君は誰と海を見るの。電池がないですよという感じですね。Thank you.
大丈夫どこで夏を過ごすだろう、あの日買った T シャツ、違うビーチで同じ海を見ているかもしれない、僕はいない、君の近くにいつもならばキスをしてたのに、君はいない、全て幻、夢の終わりに聞かせている、恋は儚くて寄せて返す波、君と僕の水平線、夕日が黙り込む、大丈夫ですか。大丈夫ですか。大丈夫ですか。墓がいっぱい立っているね。大丈夫ではないということで、皆さんあるはずの。私の記憶がね、致死量この曲ね、やばいよね、いい曲だよね、はい、ララララ、3位がタダドンデイルホッカーさん、1位がプリモクさんです。ありがとうございました。ほら何度も見たことのある雨上がりの虹なのに、今日だけはなぜだろう、いつもより鮮やかに別にこの場にはできない I love you、 幼馴染は何か恥ずかしい、どんな時だって友達だと、ただに約束をしてきた僕は今に泣かない、このままでさよなら、泣かない。
度を着逃せば後悔の日々、どうするこのままさよならか、そうちょっと待って、言葉にはできない I love you だからいきなりキスしちゃいました、言葉にはできない I love you、 幼なじみはなんか恥ずかしい、どんな時だって友達だと固い約束をしてきた僕ら、今になってどうすればいい、このままでさよならかな、今日を見なさそうにそっけなプリプリプリ、引き止められない涙プリプリリ、ごきげんよう。ちょっと今からメイクをするので手伝ってもらおうかなと思い、みんなに手伝ってもらおうかなと思い、良いですか。わおわおわお、はい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 、いいですかね。参加型確かに参加型だわ。今日は「バンビ」シリーズの「クリームピンク」をつけていきます。わかんないよね、そんなこと言ったってみんなは。男の子だし、リアの言ってることとかやってることとか書いてることなんてさ、どんどんみんなさ適当に受け流してるでしょ。ね、知ってるんだリカ。いつもリカの言ってることなんて適当にさあ、またリカちゃんなんか言ってるわぐらいで思ってるんでしょ。リカ気づいてるよ。
そんなことはないです。へえ、そうかなそうかなとか言って、果たして本当にそうなのか。いや、いいんですよ別に。なんかそんな大したこと言ってないし、流されててもいいんですけど、怪我の方は大丈夫ですか？大丈夫だよ、大丈夫。もうかさぶたになってきた なんか外に出られない。一個大きい仕事終わるとさ、とかなんか遠くにロケ行くのとか終わったりすると外に出られなくなる。疲れちゃってあとまあいろんな嫌なことが起こったので、なんかそれもあって心のダメージがまだ蓄積されたままで治ってないので、そういうことだってあるよね。みんなは何で下地とか塗ってますか？女子いる？みんなは何で塗ってますか？なんかね、資生堂のね、後ろがプニプニになってるゼリーみたいになってるやつ買ったの。それで伸ばすとめっちゃいいですよ。ムラなく、まんべんなく、スポンジみたいに吸収されないから全部その肌に置いた分塗れる。おすすめ。女の子配信見てないかな。資生堂の裏プニプニのやつ買ってください、ぜひめっちゃおすすめです。アンドビースポンジなんかそれもさ、結構美容系 YouTuber 使ってるよね。なっちゃんやん、やっほーなんかね、ブラシとセットになってるプニプニのやつがめっちゃいいんですよ。もう最初めっちゃ違和感かも、え、これほんと濡れてんなみたいな。でもなんか使って慣れていったらこれが一番いい。スポンジだと吸収されちゃうんだよね、もったいないから。まあでも私もずっとビューティーブレンダー使ってたので、スポンジがいい時もある、なんか肌の調子的に。今日はスポンジだなみたいな日。
でも私なんつうのはやっぱそのごまかしごまかしで生きてきて、このメイクで全てのあらを隠してる人間なのでなんかスポンジだとさ、まあ、意図せず薄付きになったりするじゃん。それが嫌なんだよね。もともと可愛い子はいいよ。私なんつうのはやっぱ隠さないと生きていけないのでっていう。ブラシ赤いやつ、そうフェイスなんちゅうか、これのね、これで伸ばしてるとね、まんべんなく均等に伸ばせるし汚れない。で粉もそのままこのブラシでいけるしいいんですよね。スポンジにキープミストガンガンかけてトントン押さえないとそれねやってた。何のキープミスト使ってる？リカね、あれだよ、丸っこいやつ、コスデコ、コスデコかな。なんかもう一個流行ってるやつあったよね。コーセーだっけ、コーセーのメイクキープパウダークラランスとバズった薬局で買えるやつだけど、違いが分からんほど書けるからいや分かる。クラランスもバズってたね、赤いやつだよね。分かる分かる。めっちゃ汚れるよな、夕方とかになると。もう年を感じるわ。26だようちら、なっちゃんどうなの。あー出た、ティルティルもなんかバズってたね。ティルティルヨスなんですか。ティルティル、男の子は何言ってるか分かんないでしょう。ついてこないでください。中身高校生、いや中身高校生ガチで分かる。なんかついていけてない自分の年齢になんか本当はそんな痛い人になりたくないんだけど、順調にその道をたどってる。え、コスデコもいいよ。コスデコのピンクの卵みたいなやつ、あれビジュアルがいいからあれが使ってるんだけど全然崩れない。そう、あれをやってからコーセーのメイクキープパウダーをすると、私卒コンの時全然崩れてなかったんだけど、卒コン丸々1個持ちましたね。てかなんならその前からメイクしてたから、なんか昼夜公演行けたっていう。すごくない？その間一回も
ファンでは直してない気がする。うん、まつげとかは直してたけど、そう、うさぎ製です。これはうさぎ製。こんにちは。あえてみんなに質問するんだけどさ、まあ、これって男の人と女の人でまた変わってくるんだろうけどさ、推しにコメント読まれるにはどうしたらいいんですか？男性の方がわかるかな？どうしたらいいんだろう？推しにコメント読まれるにはどうしたらいいんですか？しかもそこそこなんか見てる人数が多い。気合？気合とやる気？名前とアイコンでインパクトつけるしかなさそう。タイミング覇気じゃあリカの名前考えてよ。推しメンに、推しメンっていうか、まあはじめ社長なんだけどコメントを読まれるためにはどうしたらいいの？男の人のさ推しメンってさあんまりわかんないな。どういうあれしたらいいの？私女の子の配信しかあんま行かなかったから、はじめんかははは名前考えてよ、みんな一緒にはじめんだよ。隠さないだけいいでしょねえ。いじられる系読んでたりするよね。あー、え、はじめん？そうなのかな。でもさ、いじるのってさ結構むずいんだよ。男の子の配信？いじるの難易度高そうね。考えて、リカの名前とアイコンを考えようの回。アイコンはまあ顔でいけるじゃんアイコンはさ顔でいけるけど、他の人に私ってバレちゃいけないから、そこも難しいんだよね。どうしたらいいんだろう。そっか
うさぎちゃんは、わかるでしょ。それ私の本だったら絶対気づくもん。バレないようにバレたい。バレないようにバレたいんだよね。チューリップとか、ああ、チューリップね。匂わせ、あ、そういうのを匂わせっていうの。今日で学んだわ。姫ならバレそうでバレないかも。あー、姫ね。でも姫なんてさ、ありきたってない？結構自分で姫って言ってる痛いやつ多いやん。絶対やだな。もっと可愛い名前考えて。可愛い名前だよ、可愛い名前。なんでみんなはさ考えてんだろうね。 意味わかんないね、この状況。背中押してるからね、もはや。かわいいね、みんな。でもちゃんと考えてしまった。 いや、ちゃんと考えてください。ちゃんと私の今後がかかってます。真剣に悩んでた。どういうのが気になるんだろう。どういう名前が気になると思う。手のひらで踊ってました。 踊ってない夜を知らない。何がいいかな。推しに配信を読んでもらうための名前を考えてます、今。で、なぜかみんな真剣に考えてくれてるっていうところにちょっと面白さを今見出してる。 これはこうだから。 あれ、俺何やってんだっていう。 おもろいことになって。急募。 何がいいんだろう。ピメ？ピメだとギリバレそうじゃない？そう、私のファンの人に、私を知ってる人にバレたらそれは良くないから。 そうだよね、そうだよね。ここで検討してる時点でに。 確かに。どうしたらいいんだろう。秘書？あ、秘書いいね、秘書。秘書いいね。秘書にしようかな。自分と一緒にしてほしいんでしょ。
ねえ、あんた。秘書界隈。やだ。やだとか言って。やだ。慣れました。やだ。やだ。でも何がいいかな。私といえば、私といえばなんだ。あ、あれは役名、なんかのどぐろちゃんとか。どう、富山感も出るよ。新潟感。え、どう、よくない？のどぐろちゃんにしようかな。白長スクジラね。それはなぎいちさんだから。突如現れた太おた。村重さんの太おた。のどぐろちゃんいいね。それもありだな。ミヨンシオン、日暮らしの泣く頃にの役名だとそうなるね。はじめんホラー好きだから、ホラー好きそうだし。あれなんか小泉公文みたいになってた。あれどう思う？役名いいよね。ある程度匂うし、なんか。アイコンのどぐろですか？うん、アイコンのどぐろにして。どう？それ良くない？認知してっていう人の名前、でも連投する人がすぐブロックするから分かんない。逆に分かんないかも。出た、 I love you の応酬。誰、ホッカーさんか。ホッカーさんありがとう。昨日から引き続き何位になったんだろう。私ポボクマください。皆さん「うちの白長スクジラです」とか言って、地味に1位狙ってるから、地味にね、うん、そんななんか「しゃぶれいくぞ!」みたいな感じじゃないけど、あの1位になれたらいいなって思ってる、うん、しれっとね。そう、
始まるとき9位だった。おー9位やばいね射程圏内射程圏内くない？さすがにちょっと。僕も2つもらえたから、昨日投げた人を復活。あ、じゃあちょっとお願いします。皆さんただでもらえるんで、ぜひ気が向いたら投げてください気が向いたらね投げて。ごめんな、押しが銭ゲバで。ええんやで みんなには迷惑をかけてる。いつも私が銭ゲバなのと重度の面食いのせいで。わかりやすくていい、ありがとう。まあでもそんな、なんかがっつり狙ってはないので、あの本当マジ気が向いたら投げてくださいあの誰も課金しろとは言ってないんで、そのただでもらえるクマくらいは投げてやってもいいぐらいのテンションでいてくれるとありがたいです。だってさ、みんなさ推しメンどんな子って説明してって言われたら、イケメンが好きで、イケメンとお金が好きな毒舌の子って言ったらもうどこもいいところないんだけど終わってた肩書き終わってて草なんだけど。なんかリカちゃんって肩書きなんでなのって、タレントなのなんなのって聞かれるんだけど、えマジなんか何になんだろうね。タレント、一応タレント、タレントかっこ休養中それだわ、私の肩書きそれです。キュアキュアラブリーガール、うん、いやもうそれでいいです適当ああじゃあもうそれでいいです。気が向いたらポポグマ投げてくれや。ただやけね、ただで2個もらえるからぜひ投げてください。チャレンジからもらえるそうです。
よかったら投げてください。ありがとう、あの定期助かる。こんにちは。よし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 、いい感じですね。あとは熊投げました。ハグしたいです。クマ投げてくれてありがとう。ハグはできないよ、うん、ごめんね。ごめんね、ごめんね。確かにそれはできないですね。別にさ、わかんないけどさ、私とハグしたいじゃん。逆に聞くけど。そんな多分価値あるもんじゃないぞ。したいですよ。したいかって言われるそれは愚問であります。できれば。恥ずかしくて逃げちゃうかもしれん。言っとくけど私あれだよ、あのいい匂いの人しか無理だよ。鼻いいからね。鼻がいいんですよ。よし。頭から香りは。おもろ。ちょっと目を離した隙にすごい面白いコメントいっぱい来てた。あーリカのね、最近の柔軟剤はね教えられないんだけどね、なんかやっぱりいい匂いだなって思うのはね、ダウニーかな。ダウニーとそのさっき三つ矢さんが言ってたラボン、ラボンはめっちゃいい匂いする。
白ね。変わらずずっと好きな匂い。ダウニーも超いい匂いだよね。あの薬局っていうか、なんかドンキとかに売ってるでかいやつあるんだけど、ダウニーあれやってる人、あ、ダウニーだってすぐ分かるぐらい好きな匂い。ラボンいいよね。私いつも忘れちゃう、それの名前私何使ってたっけつって。そう、ダウニー超いい。なんかピンクと水色のなんかね、柔軟剤っていう匂いわかる、なんか太陽を集めたみたいな匂いする。すごい好き、甘えたくなる匂いですね。いい匂いだなって思う人に洗剤何使ってるって聞いたら、だいたいダウニーのことが多いだよねって、ダウニーの匂いしたもん。ダウニーはほんとなんかハグしたくなる匂い。レノンハッピネス、レノンハッピネス嗅いだことないの、あまり。うん、ドンキ行って買い占め。ダウニーめっちゃいい匂い。柔軟剤はなんかね、ダウニーと相性いいやつね、なんだっけ、あ、なんだっけ、私さ見たんだよな、それ、ダウニーと相性のいい洗剤があるんですよ。それをちょっと多分ね、検索したら出てくる。ダウニーいい匂い、あとラボンもいい匂い。ラボンはなんか、なんかね心地よい匂いというか、隣にずっといたくなる匂いというか。ラボンもまあ私は甘えたくなる匂いなんですけど、うん、でも本買い占めるか前に言ってたよね、それ。甘えたくなるよね。うん。なんか、てかいい匂いの人のそばから離れないんですけど、あの酔っ払ったらすぐ人に甘えるから、ラボンが消えるでもほんといい匂いだから嗅いでみて、今度。で、なんかほんとはよくないんだけど、これぐらい入れてくださいっていう目安のちょい多めに
入れてやるととてもお酒飲んだりかすぐ人に寄りかかって一人で歩けなくなるからとてもめんどくさいんですあ、うちでめんどくさいといえば西村奈々子さんだったんですけど西村奈々子さん、中村ゆかさんまあ結構めんどくさいタイプだったんですけど、はい、めんどくさいですね。ゆかちゃん、ゆかちゃんお酒飲んでもなんかしっかりしてるてか強いイメージお酒なんか割とすごいシャキシャキっとしてるイメージだけどな。うん、なんかデロンデロンになってるとこ見たことない。え、マリナはねずっと笑ってるケラケラしてるへーってヘラヘラしだすマリナ。うん、笑い上手。言うてそんななんかメンバーと飲みに行ったことないからあんまりわかんないけど、でもマリナはおー酔っ払っちゃったって言うからめっちゃおもろいでも酔っ払ってマリナ好きなんだよねうん、かわいいよ。リカもふにゃふにゃするけどね。よいしょ、よいしょ。少々お待ちを。待ってや、あんたら待っときや うるさい？ごめんね、うるさいって言わないで カモメが飛んだあなたはずちゃん一人でずちゃん生きられるのね。
今リカが何してるかっていうと、何してると思いますか。ケーキありがとう。カモメ飛ばしてる。正解。正解。アイロン、アイロンもう終わった。着替えてる。ああ、着替えてない。全然着替えてはない。ダーリン、ダーリン、心の扉も叩いたよ。幸せに気づいてゆく。メイクしたもん。今リカは家事をしています。ヒント、家事。カイユ、待って、絶対カイル。ここに富山のカーまだ元気なんだけど、やめてくんないかな。え、そう、家事してんの。マジ。よいしょ、よいしょ。そう、正解は洗濯物を畳んでいるでした。え、ちなみに回そうともしてる。第2弾が遠くにロケに行くとさ、すごい量になるんですよ。わかります？大変なんですよね。よいしょ。洗濯機おすすめ。洗濯機のおすすめ。でも私普通に乾燥機まで全部ついてるやつ使ってるから、それが楽なんじゃないって。やっぱ女の子はさ、外に干せないよね。怖いじゃん、バレるし、服とかで。だからやっぱ乾燥機付きがいいのかなと思いますけど。うん、乾燥、乾燥までやってくれるやつ。でもなんかこの洗濯機バカ高かった気がする。わかんないけど、なんかそういえばめっちゃ高かったなと思った。今バカ高い洗濯機。でも高かったら高かったら性能いいからさ。部屋干し派。いやだから外には絶対干せないんですよ、女子は。そこに女の子住んでるってバレたら、まあ防犯上
干せないっていうのもあるし、なんか普通に考えてその前まではあの浴室で干してました。新潟にいる時とかは浴室で乾燥かけてて、そう。ただやっぱり乾燥機付きのを買うともう戻れないよねもう戻れない、絶対に。だってもうそのまま畳みゃいいんだもん。え、ちょっとなんかシワになんないとかたまに聞かれるんだけど、シワになったら伸ばせばいいだろっていう話で、普通になんかスチームアイロンとかでビャってやっちゃえばいいから。そう、かゆい、ちょっと待って、かゆい、待って、本当にかゆい、ちょっと、あ、本当にかゆいかも本当にかゆいかもしれない、ちょっと待って、縮まない？縮まないよ。蚊がいる。絶対に。絶対に蚊がいるんです。ディズニーランドにいた回数は数えたかない。もう行き過ぎて覚えてない。何回行ったんだろう。100回は超えたかな。そんな行ってない？でもさ、もう年パス持ってた時とかさ、マジ3時間だけでもインパしてたよ。懐かしいわその頃が。え、セクシープリティパンティー。リクのセクシープリティパンティーがみんなに見えちゃうところだったわ。ケツがレースのやつね。はい。何を配信でよかった。本当それだよね。レース可愛いよね。それはさ、何目線？お、女の子目線、男の子目線、それで、それによってだいぶ解釈が違ってくるけど。なんか。なんで。オッケー。ラジオ面白い、嬉しい。ラジオ面白いって言ってくれるの嬉しい。私洗濯してるだけなのに私本当に洗濯してるだけなのにね、嬉しいです、ありがとうございます。わお、ファンタスティックベイビーダンス
ダン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 。よし。よいしょ。洗濯も無事にできましたと。で、あーどうやったか。よいしょっと。Where is my phone?Where is my phone? あった。はい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 。リカちゃんがもう50回以上ディズニーランド行ったぞ。50回は行ってんじゃないかな。さすがに。ちょっと待って。ちょっと待って。私、生まれた時からの話でしょ。じゃあもう超えてると思うよ。何時今？6時。もう6時かいね。早しくん。早しくん。よいしょ。よしくんですよね。そうですよね。よし、準備は整った。行けました。友達になるために、人は出会うんだよ。今日何でメイクしたと思う？なんとこの間のタワーサインの動画をちょっと撮ろうと思ってメイクしました。イエーイ。どういう服がいいですか？まあ三つ編みにしたんで、ニットとかにしよっかな。秋だし。メイクかわいい。ほんと？嬉しい。
はい、本日のスクショタイム終わりです。スクショタイム昨日ホタルの光フルチャック間違えた、ホタルのプリリホタルのプリリフルチャックありがとうございました。はい、月を目指したリカさん思い出したよ。なんだっけ、アクアタイムズの歌聞き直した、もう一回めっちゃいいねねえめっちゃいいね。10代じゃなきゃ許せないぐらいの返すのに26歳オーマイガーオーマイガーオーマイオーマイガーすごいそんなですよ。順調にデブってるし、私見てこんなにこんなに。でもねやっぱねちょっと食ってやると痩せてみるで、あのここの肉を吸うの写真の時とかここの肉を吸うと映画で OK でしょ、内側のほっぺたを吸うんですよ。そうするといい感じですよいや、やばい、マジでやばい、最近もう本当に太りすぎて。でもなんかカップラーメンが美味しくて最近、その体に悪いものやめようって思ってあんまりこう食べてなかったんですよ。アイドル時代とか食べてた時もあったけど、できれば自炊とかしてたんだけど、もうカップラーメンが楽だし美味しくて最近そればっか食べてる。そうなんか言うたってむくんだりするから、なんかじゃあ明日撮影だし食べれないなとかあったけども、今何にも気にしてないからもう本当にやばい、マジで不摂生の極みです。本当に本当にマックも好きだし、マック超食べる。マックのさエビプリ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 を食べた、めっちゃ美味しかったあれちょっと味薄かったけど。インスタを見るとディズニーランドの写真いっぱいなので50回以上いたのディズニー行きたいね。まだハロウィンしてないし。ちょっとさアクアタイムズのさ、なんだっけ、みんなが歌ってって言ってリカが歌えなかったやつ、覚えてなかったやつ、手のひらがどうしたこうしたみたいなんですよね。ちょっとリベンジマッチしていい？わおわおわお。どうやってやるんだっけ？あ、これだ。ちゅー、かわいくてごめん。いつもこれランキングに入ってて言っちゃう。チュー、あった小さな手のひら、小さな手のひらだっけ、これか。チューのくせでチューあ、そうそう、虹なかったんだ。
3、はい、体は僕の心のことを僕より分かってくれてる。緊張すれば手のひらに汗がにじむ。いつだったかな、奥歯を噛み立ち止まらせたはずの涙に悲しみを悲しむということを教わったのは、希望の言葉をたくさんバッグに詰め込んで旅に出た。引き返すたびに君は受け止めてくれた。いつの日も言葉を選べず途方に暮れる僕、言葉に頼らず抱きしめる君、君の方がずっと寂しい思いをしてきたのに、はい、鏡に込む背中をさすってくれる。いつもそばにある小さな手のひら、どんなに綺麗に飾られた言葉よりも、そのぬくもりに助けられてきた。何もかもうまくいく時ではない、ガイドボーカル邪魔くさいすぎるな草裏に横たわって流れる雲を眺めると、静かな心を取り戻すことができた。少しだけ昨日よりも優しくなれる気がする。その場所で一人では生きてゆけぬことを噛みしめてた。それでも遥か彼方揺れる奇跡の花に見せられて、守り抜くべき日常を悲しんでしまう。もっと昔青春を青春ともしらず駆け抜けてから、ついたように大切な人の大切さを見過ごしてく。めっちゃラップやん。美しい思いだけじゃ生きられず、僕の空も汚してしまえた。あんなに綺麗に透き通る空の下で、その青に必ずと誓ったのに、ひび割れた理想を手放せぬまま、生きてきた日々を思い返すけど、後ろばかり一個の音消えたりするよね、噛むというか、わかる、カシュッてなんやわかる。目に見える傷跡をさすってくれる、優しい手のひらがあるということ、世界中に拍手をもらうことよりずっと大切なものがそばにあった。忙しく暮らす日々に迷い込み、ぼんやりが無理に思えても、二度となくしてから気づくほどもないこんな僕を愛してくれる君にありがとうの歌を作りました。はい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 、言葉じゃ足りない、きっと追いつけないよ、言葉じゃ足りないけど
んかこういう線の採点のやつ出てほしい。出ないんだよね。歌詞しか出ない。アクアタイムズって最高だよね。アローンズどんなんだっけ。あ、はいはい、ブリーチね。アローンズ歌ったっけ前。歌ったか。え、そう、棒グラフ欲しい。みんな好きな歌何？ポルノグラフィティ？ポルノグラフィティ？なんだっけ？違う、スキマスイッチじゃなくて、くれないにそうまったですか？バックナンバー。バックナンバーリカさ、あれしか知らないよ。こないだも言ってたよね、それ。バックナンバーあるある。あ、ちょっとめっちゃ手見えてた、ごめん。これ私の顔消えるから分かんなくなるんだよね。バックナンバーのなんだっけ、リカこれしか知らない。ナンバーワン。もしか知らない。レミオローメン。レミオローメンね。粉雪？粉ーリカが歌うと忙しい人の粉雪になっちゃう。みちゃんだよ。から見た僕はきっとただの友達の友達。たかがチヂミに向けられた笑顔があれならもう恐ろしい人だ。君を惚れさせる黒魔術は知らないし、海に誘う勇気も車もない。でも見たい隣で目覚めて、おはようと笑う君を会いたいんだい。まっすぐその角から呼び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ。え、こんなだったよね。君の恋人になる人はモデルみたいな人なんだろう。そいつはきっと君よりも年上で、焼けた肌がよく似合うようが好きな人だ。キスをする時も君は背伸びしている。頭を撫でられ君が笑います。ダメだ、何に使ってない。嫌な手よそいつ誰だ。会いたいんだい。まっすぐその角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ
くわかんない。走ったとして実は僕の方が悪い日で、夏の魔法的なもので舞い上がってましたって。怖すぎる落ちばかり浮かんできて、真夏の空の下で震えながら君のことを考えます。好きなアイスの味はきっと抹茶。会いたいんだ今すぐ、その角から飛び出してきてくれないか。夏の魔物に連れ去られ僕の元へ生まれた星の元が地獄だって。偶然と夏の魔法と山の力で僕のままになるわけないか。なるわけない。はじめみたいな人なんだろうってなってない？大丈夫？大丈夫？心肺蘇生が必要？今辛くなります。今辛くなっちゃった。大丈夫？君の恋人になる人は匠みたいな人なんだろう。なってない？大丈夫？ヒロインってどんなんだっけ？わかんない。歌えるかな私。いや知らない気がするな。ヒロインってどんな歌でしたっけ？赤沙汰ひひひヒロイン。ちょ聞いてみていい？わかんないから。ヒロインも有名？じゃリカ知ってるかな。あー聞こえない。たくみ久しぶりだな。有名？え、でも A メロわかんないリカ。これ聞いたことはある。なんとなくね。ね待って、みんなびっくりしないでね。見える？手汗、多分こうやってやったら絞れるよ。私さ、こうやって感染塞ぐやつやろうかな。ほんとやばいんだよね。見える、見えますか？手汗がすごい。こっちは大丈夫。こっちだっけ？何痩せなんだろうこれ今。別に特になんかそんな緊張するようなこととか焦ることなかったのに。
暑いのかな。これこっちはこっちは大丈夫。こっちだけやばい。なんかバックナンバーは本当わかんないや。何が好き？世代といえばオレンジレンジ、ヨネズ、ヨネズムズ、パプリカしか歌えない花が咲いたら晴れた空に種をまこうしかできない。めっちゃノリノリ砂浜ビッグウェイ、湘南の風もそれしかわかんない。真夏のジャンボリー、いけない太陽だなぁな、いけない太陽じゃなくて、なんだっけ、健全な歌あるよね、オレンジレンジの健全な歌。なんだっけ、あのさ、いや別に歌って、あのさ、いや別に花、花、花びらのでしょ。喧嘩して Say yeah これ健全、絆、二人の距離は一心伝心、これ知ってる、メッセージ、え、ちょっとさ、あるかだけ見ていい、リカの大好きな銀魂の歌。え、あるんだけど、ちょっと待って、ある、どうしようどうしよう。まだ知らない世界で君を守れる、私の人生のテーマソングなんで、ちょっと覚えてないかもしれないけど、だいぶ昔、もう何年も、これ知ってる？知らないでしょ。どんてんとかですよ、みんな知ってるの。どんてんってなんか映画の音だよね。愛しき日々よ、お元気ですか、季節は巡り、時は流れて、地球は回る、目覚めない夢の中に僕を残して、この声を届けたい、あの日交わした
テーマソング。遥かな空よ覚えてますか、嬉しい時も泣きたい夜も思い返せばいつだって僕の隣には君がいた。不意に立ち止まったり悩んだ時届けたい想い伝えたい気持ちを信じて漂う影に刻まれてゆく銀河の星のようにまばりかした青い タイの曲だっけ、ラララ Let's go out of the night 今とき放つウォークマン、エモい、エモいねどんての道を歩く彼女は懐かしい。銀魂大好きだったんだけど、アモヤモが大好き で銀魂も大好きで、私からしたら推しと推しのコラボだってなってた、その時期その時代。あもちゃん大好きでめっちゃキラとかジッパーとか読んでて、そうミルクとかケイティとかのお洋服かわいいけど高くて買えねえなって思ってた時代うん、胸熱、胸熱だよね。
調べた2012年とか怖っ2012っていう映画あったよね。2012年に滅びるって言われてて地球が懐かしいな。こうやってさ武勇伝をさ語るババアになっていくんだよ。最悪だね昔は良かったなっつってこの歌好きなんだよね。レッツゴーアウト聴いてください。めっちゃいい歌なのでぜひ皆さんダーメロのとこが好き。誰かの声に傷つくなんてバカげてるっていい歌すぎない？倖田來未さん、倖田來未さんのサムデイってどんな曲？てか安室奈美恵さんのなんだっけ、誰よりもきっと、なら分かるけど、倖田來未さんは愛の歌しか分かんない。リカちゃんがおすすめしてくれる曲全部素敵。リカのおすすめの曲、私の人生のテーマソング2行く？じゃあ人生のテーマソング2あるかな。ただ高いから歌えない。ちょっと下げよう。ちょっと待ってね。ちょい待ち。キューティーハニーはわかるよ。レニア、誰かを追わない飛ばさなきゃ、自分を許せないようなくだらない人間のこと、君はどう思う？レニア、他人の歩幅を眺めて意味もなく駆け足になる、つまらない人間のこと、君はどう思う？音がわかんない。あの、ハロー、アイムニアフワーユ。レディア、
母の愛にあふわゆる。知らない僕たちのこと君はどう思う？あ、僕はまた期待してる。ボロボロでも見る影もないけれど、君がいるこの星を忘れたくはないんだよ。あ、僕はまた信じてる。いい歌だ。これとこれね。これと、いいや、これはちょっとやめとこう。反感を買いそうだからやめとこう。あー僕は、あー僕はまた、本当はもっと高い。あー僕はまた。死んじゃうでしょそんな。君の手が僕よりも暖かかったからさ、おどどごごだからさ。なんだっけ、何歌ってほしいって言ったっけ。バタフライ、バタフライ、はあ、めっちゃバイト思い出す、やだ。バタフライ今日は今までの、歌えるかな。やってみようか。バタフライ、はい、どんな君より打つ、木村カエラさんですよ。あるかな。ハヒフフ赤さたなはなありました。めっちゃバイト思い出すんだけど無理。無理。ちょっと待って、ある意味人生のテーマソングかもしれない。うわもうここで開ける。バタフライ今日は今まで、
結婚おめでとうございます。幸せに別れろ別れろ怨念が聞こえたねえやだ覚えてた怖い無理ねえ無理バイトの後遺症なんて最悪だバイトの後遺症がここに来て、もうめっちゃ思い出したもん今、すごいなんか重ねた手に未来を乗せてケーキ入刀ですってやってたもん。怖い無理思い出しちゃった職業病10年以上前だよ。そんなの覚えてんだね、すごくない？フェーディングベル、わかんないな。すごく幸せ。定番ソング他に何ありました？でも糸とかだよね。あのカバーバージョンのミスチルのやつかな。縦の糸はあなた、横の糸は私。Can you celebrate? Can you celebrate? Can you kiss me tonight? We will not. 小袋の永遠に共には古いか。どんな曲？多分聞いたらわかる。じゃあもう一回。多分歌詞やって。小袋の永遠に共に。分からんわ。君は今近い。とか。私の世代はひまわりのようなねね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 ぬくもりも全部これからは僕がですね。あと何歌ってたかな。光へ。いや、なんかあったんだよね、思い出せない今。家族になろうよ、まあ、グリーン
グリーンはどれ？グリーンの何？グリーン、グリーン一人で歌うのかわいそう私。かわいそう。あゆ歌？さようなら。ねえ大好きな君へ、笑わないで聞いてくれ。これはありましたね。やはりああいう歌、奇跡は NGT で歌うのが強すぎて一人で歌うのかわいそうでしょ。私奇跡歌おっか一人で。ねえ君たちにはさ、そういうなんかかわいそうとかっていうあれがないの？ねえどうなの？明日って言えばいい。ねえいいよ、じゃあ歌ってあげる。はい、かわいそう私、あーかわいそう、一人ぼっちになってしまった。こんなに一人で歌うかわいそうなやついんの？私以外にいないよ。普通肩組んで歌う歌だからね、これ。ねえ君たちに慈悲の心がないって私は今わかったね。ええ、明日今日よりも好きになれる、あふれる思いが止まらない、今もこんなに好きでいるのに言葉にできない、君のくれた日々が積み重なり過ぎ去った日々、歩いた奇跡、僕らの出会いがもし偶然ならば、運命ならば君に巡り合えた、それって奇跡。二人寄り添って歩いて、永遠の愛を形にして、いつまでも君の横で笑っていたくて、ありがとうや、ああ愛してるじゃん、足りないけどせめて言わせて、幸せですと、君の右の手のひらを、ただ僕の左の手のひらがそっと包んでく、それだけでただ愛を感じていた。日々の中で小さな幸せ見つけ重ね、ゆっくり歩いた奇跡、僕らの出会いは大きな世界で、小さな出来事めくり合えた、それって奇跡。うまくいかない日だって、二人でいれば晴れたって、強がりや寂しさも忘れられる、僕は君でなら僕でいれるから、だからいつもそばにいて良い私息、二人ふざけ合った帰り道、それも大切な僕らの日々、思いを届けと伝えた時に、初めて見せた表情の日々、少し間が空いて君がうなずいて、僕らの心満たされてく愛で、僕らまだ旅の途中で、またこれから先も何十年続いていけるような未来へ。何やねんこれ。例えばほら、明日を見る失いそうに僕らなったとしても、やあ愛してるじゃん、まだ足りないけどせめて言わせて。
喜びや悲しみも全て分け合える君がいるから生きていけるからだからいつもそばにいて愛しい君へ最後の一秒慈悲ってもんがねえんだな。え、おいお前らには慈悲ってもんがねえのか。かわいそうだろ、私はこれを一人で歌うの絶妙な下手さだったし。さようならってなんだっけ。なな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 。なんかさ、もっとあった気がする。グリーンってリカが知ってる歌、奇跡以外で。ああいう歌ってどんな曲だっけ。ちょっと一旦聞いてみるか。わかんないけど、はるか、はるかってどんだっけ。あ、これじゃない。全員着信音にしてたよね大好きな君へ笑わないで聞いてくれ。愛してるだなて臭いけどね。だけどこの言葉以外伝えることができない。ほらね、またバカにして笑ったよね。君の選んだ道はここでよかったのかな。喧嘩もして分かり合うための時過ごしたね。この広い僕ら空の下出会って恋をして、いつまでもただ泣いてまだ濃い時間を過ごしたね。僕ら二人日々を刻み作り上げてきた思い募り、泣きそうな歌を君に送ろう。めちゃくちゃ好きだと髪に誓おう。これからも君の手を握ってるよ。続く限り隣でずっと愛
ラップだけ燃えるよ。いや、なんかさ、私さ、言うなって怒られるかもしれないんだけど、だいたい小6ぐらいから、あの小5小6ぐらいから、あの絶対に歌えない人たちのところの歌ばっかり聴いてたりしたので、ちょっとあのまだダメだわ、うん、世代についていけない、ぽっかり空いた数年間がある返してくれ時間を絶対だ、そう絶対だなの、ちなみにね、うん、言うなって言わないで、大冊子ありがとうございます大冊子入れてくれてありがとうございます、すいません。そうそう、あの禁断の時代が、うん、そういうことね、そういうことです、はい。その世代って何ですか、何なんかその辺なんじゃない、その私がわかんないさ、なんだっけそのなんかわかる時代、AKB とかしか聞いてなかったのと同じだ、そう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 、そういうことなんだよね。ここで一炎上挟んどくここで一炎上挟んどくか、うん、それもありだね、だって5000人ぐらいしか見てないでしょ、いけそうじゃない何なのいける、いや、いけないとやめとこ、やめとこ、炎上はやめとこ、もうやめたってね、そう、そうそう、マジネタだけどね、完全なる、平和が一番、そうそう、他にないですか曲、ほいで他に曲ないですか、ほいで、この時代と言ったのでびっくりした、チャンピオンやめなさいやめなさい、グリーンチャンピオンね、うん、やめなさい、誰ですか、静かにしなさい、はい、すいませんしー、うん、ダメダメ、みんなはブレーキ係
どうも、インキャです。はい、こんにちは。ここから来た人意味わかんないからやめよう。みんなは何が好きだったの、その時代。 AKB？ AKB ですか。ちょっと口直ししとくか。もう懐かしい。
いはい。これでしょ。それからそれからなんだろう、これも好きそうこれも好きそう。これは違うのかな、はい、これは好き。私に期待しないで、理想の彼女になんてきっとなれない、プレッシャのことを選んでくれたの。仲良しグループ映画の帰りに横に並んだあなたが好きだって言うなんて想像もしてなかったの。こんな花と言われたくない、愛しさは勘違い、見かけと届か違うわ。見つめられたのプレッシャー、プレッシャー、愛が重すぎるから、ウォー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 、私は私でしかない、未来に色が